おはようございます、のぶです、今日は久しぶりにセブンイレブンから、一人でおしゃべりをお届けします。まあ、セブンイレブン毎日来てんだけど、こうやってセブンで録画するのはちょっと久しぶりになるかな。今日は家の近所にはまあセブンイレブンがたくさんあるんだけど、さっき家から3番目に遠いセブンイレブンに行ってきたのね。でも車で10分ぐらいなんだけど、10分かかんないかな。なぜそこに行ったかというと、家の近所にあと2つあるんだけど、セブンイレブンが、そこには売ってないんだけど、3番目に遠いところに、のセブンイレブンには売ってるもの、それが俺が大好物。ズン、見えるかな、パイナップル、お手軽カットフルーツ、パイナップル、これが俺は大好物で、これ何かっていうと、ただ切ったパイナップル袋に入ってるだけなんだけど、何も味付けもしてない、本当に切っただけでもね、中身がパイナップルが非常に美味しい。俺パイナップル大好きだから美味しいのと、なんかこの一袋が、ちょっとパイナップル食いたいなっていう時に、ちょうどいい、多すぎず少なすぎずちょうどいい感じ、これがね、食べたくて3番目に遠いセブンイレブンに行きました。これどこでも売ってるわけじゃなくて、売ってるセブンイレブンがある程度決まっちゃってるから、これを買いに行ってきました。信屋のお客さんおよびお友達は、信屋に来るときはこれを差し入れしてくれると信さん非常に喜びますので。ちなみに行徳の信屋の一番近くのセブンには売っておりません。なのでどっかで買って持ってきてください。これでなんかこれ買うと大体ねフォークもらえるんだけど、俺フォークいりませんっつってこのまま食べるのね。これ本当に甘さも酸っぱさも本当にちょうどいいよ。ちなみにフィリピン産です。これ一袋はちょうどいい量。今日のお話なんだけど、この季節もう10月も終わり、今日10月終わり、もう11月に入って前半ぐらいになるとね、方々でこういった会話が交わされると思うんですよ。もう今年も終わりだね、あっという間だったねと。これ特にヘアサロンの場合っていうのは、毎日来るわけでもないし、毎週来るわけでもないし、まあ例えば2ヶ月に一遍ぐらいの人の場合は、これから、先、もう少しすると2ヶ月に一遍とか、そういった人たちっていうのはもう今年最後になるわけね、会うのが、お客さんと店員が。そうするとお客さんと店員の間で、あっという間に1年過ぎたねっていう会話が、そこかしこから聞こえる。
で、この1年間があっという間だったねっていう、感覚。これはね、子供はあまり思ってないと思う。俺が子供の頃も、1年間があっという間に過ぎちゃったなっていう感覚はなかった。し、おそらく多くの人は子供の頃よりも大人になればなるほど、まあ言い方悪いけど、年を取れば取るほど1年間はあっという間に過ぎたっていう感覚になるんだと思うの。この1年間があっという間っていうのは何がそうさせるのかなぁと、ちょっと考えてみたことがあって、これは2パターンあるんじゃないかと。1年間があっという間っていう感覚に陥りやすい、原因っていうのは2つあるんじゃないかなと、これは考えてるわけ。で、その一つは、その1年間の間に、非常に多くのハプニング、自分の身の回りにハプニングが起こって、翻弄された。これが一つ。もう一つは何も起こらなすぎ、要するに常にいつも同じことの繰り返しの日々、これが特に変化をしない日々が一年間をあっという間っていう感覚にさせてるんじゃないかなと。これは分かりやすい例で言うと、初めて行く場所っていうのはすごく遠く感じるような気がするのね。実際、例えば徒歩10分のところも、初めて降りた駅で、初めて行く行き先の場合、もう当然こう、例えばスマホで地図を見ながら、次はどこを曲がるのかであったり、確認しながら、ドキドキしながら行く。これがすごく、例えば徒歩10分も、初めて行くときは遠く感じさせるじゃないかなと。で、それが2回目、3回目、4回目になって、どんどんこう、地図も見ないで、行き慣れた道に変わっていったときに、初めて行った徒歩10分よりも異常に近く感じ始める。これがすごく分かりやすい例なんじゃないかなと思うんだけど、日々同じことの繰り返しっていうのはなんだかこうあっという間に過ぎていくじゃないかなと思ったりしますね。じゃあ俺の場合どうなのかというと、実際は去年の6月にはもうほとんど今年のスケジュールは決まってるわけね。それはお客さんの予約にしろ、去年の6月にはもう今年の予約が決まってるわけで、あとは地方にあちこち呼んでもらって出張に行くってことも、もう去年のうちに全てスケジュールは決まっていて、それにのっとって生活をしていくわけなんだけど、俺の場合は最初の2つ、一つはハプニングに翻弄される、もう一つは日々同じことの繰り返し、そのどちらにも当てはまらないで、決まってはいるんだけども刺激がたくさんある日々、これが俺は多分、みんながその今年も一年あっという間だったよねっていう感覚が全く実感できないのは、そういった理由なんじゃないかなと。もう次から次へと日々こう、刺激がたくさんある生活をしてると、その例えば今日10月の終わり、1月、今年のお正月が明けてから今日までっていうのはとてつもなくいろんなことが起こる。たくさんの人に会うし、たくさんの場所に行くし、それ以外でもたくさんの刺激を受けながら生きているので、すごく充実してこう中身がギュッと詰まってるような、そういった生活なのね。だから今年のお正月ってすごい昔な感じがする。これ合ってるの？あっという間、今年も一年あっという間だったねっていう人は、ついこの間お正月だったっていう感覚ってことだよね。俺ね、お正月はすごい昔の感じがする。もうなんなら今年の年明け、正月休み三が日何してたかとか全然覚えてないぐらいかな。
そのぐらいまあ日々刺激のある毎日を送ってるかな。これってまあじゃあどっちがいいのかっていうと、趣味嗜好っていうか好みの問題になるんだと思うんだよね。日々安定して、変わりのない日々がそれこそが幸せなんだっていう人も別にいてもおかしくないし、悪いことでも決してないんだけど、俺自身はなんだかこう自分が日々いろんなことからいろんなことを学んで成長していけてるっていう方が俺自身は好み、そっちの方が好きだから、刺激がたくさんあって、こう中身がこう詰まった1年間っていう方がすごくこう生きてる実感が得られて、そっちの方が好き。もし仮に本当は嫌なんだと、その毎日同じことの繰り返しは、本当は嫌なんだよなって思ってる人が仮にいた場合、それを変えるのは実はそれほど難しくないんじゃないかなと思うわけ。これは毎日繰り返しをしてる人っていうのは、多分自分から何か行動を起こそうっていう、なんていうのか、力がちょっと弱い人なんじゃないかなと。だからまあついつい何も自分からアクションを起こさずに、毎日毎日、決まったことだけを繰り返しちゃう。だそんな毎日の中でもやっぱり、少しばかりのお金と少しばかりの時間があれば、まあないとしたら何とか捻出すれば、実はその自分の人生の中にこう刺激を作り出すことっていうのは、できることだと思うんだよね。で、その最初の1回が、の経験が2回目、3回目、4回目、5回目をこうどん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 誘発していって、自分のその行動力ってものが身についていく。これによって同じことの繰り返しから脱却していって、刺激を自分が作り出していくってことが可能になる。そうすると同じことの繰り返しによる1年間あっという間で、私もまた今年もすぐに過ぎ去ってしまった、きっと来年もこうなんじゃないか、この分だと私はあっという間におばあちゃんになっちゃうんじゃないか、俺はこのまま年老いていって何も楽しいことがないまま死んでしまうんじゃないかってことは防ぐことができるんじゃないかなと。繰り返しになるけど、あくまでもそれが嫌だったらね、そういう自分の人生を変えたいなと思ったら、実はそれほど難しいことじゃないんじゃないかなと思います。俺はなんか同じことの繰り返しであっという間に自分の人生が終わっちゃったな、何もないまま死んでいくんだなっていうのは好きじゃないから、嫌だから自分からどん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 刺激をぶっ込んでいって、時にはしんどくなる、しんどいなと思う時もあるぐらい、詰め込んでいくわけね。それがまあ俺が日々楽しく生きていられる一番の理由なんじゃないかなと。もし、ノブさんで毎日充実して楽しそうだなと、羨ましいなと思うんだったら、何か簡単なことでいいから自分の意思で自分の人生に何かぶっ込んでいくと、ちょっと変わって面白くなってくるんじゃないかなと、そんな風に思います。特にこの季節、年末っていうのは1年間を振り返りやすいよね。1年間という単位で物事を考えた時に、何かこう振り返って、自分と向き合う機会と言えるわけだから、この時にね、よっしゃ、一応何か動き出してみるかっていうふうに決めてみるっていうのは意外といいんじゃないかな。12月っていうのは誰もがなんとなく忙しい気分になってるでしょ。本当のところは別にそんなに忙しくなかったとしても、12月は何かと忙しいみたいな、それこそそれに翻弄されて12月があっという間に終わっていくってことになりやすいから、これから11月になろうとしてる今こそ、
これまで年明けに、してたことを2ヶ月間前倒しにして11月に、じっくり自分と向き合うっていうことはなかなかいいじゃないかなと思ったりします。以上、のぶでした。ありがとうございました。